はい、皆さん、こんにちは、手袋です。今日は白タンの、トークンデッキですね。はい、白タントークン、まあ、トークンっていうのは、まあ、トークンのそのクリーチャーも含めて役割トークンとか含めてみたいな感じになってます。で、まあ、新しいカードは、まあ、この威厳あるバニコーンさんですね。2マナのウサギユニコーンのレアで、自分のコントロールしてるパワーメント、土地以外のパワーメントの数分だけこいつがあのパワータフネスつきますよっていう感じ。だからこいつ1体出すと11、こいつ1体しか出てないと11なんですけど、まあまあコツかなり呪文勝利なりで、あの役割トークンなりパワーメントが1増えるごとに、まあ例えば4つ出てたら、まあバニコーンも44とかになると。で、こいつ結構でかくなるんで、結構てかめっちゃでかくなるんで、普通に10以上とかも全然ありえますと。で、呪文勝利ですね。2マナ人間農民で警戒持ち22で、戦闘開始時に1払うと、魔術役割トークンつけれますと。で、そのこいつついてると、あの、1修正プラス殴ったら戦術なんで、まあ、それ、戦術が結構でかいですね。はい。まあ、こいつ出るか出ないかで、その、他にまあ役割トークンつけるのは、まあ、この、勝利者への帰還ぐらいしかないから、リアニの3マナ以下リアニして、英雄役割トークンつけるやつ、ぐらいしかないので、まあ、ちょっと出てほしいなと、引いてほしいなというところですね。で、今言った勝利者の帰還。まあ、これも、3マナ以下のやつ、2マナでリアニできますよっていう感じなので、まあ、3マナ帯でいくと、まあ、そんなないんですけど、まあ、この辺ですね。バニコーン、呪文勝利を基本的には、というか、まあ、この2つしか対象ないか。っていう感じで、まあ、もうちょっとクリーチャーでも良かったですけどね。で、歴史的な物語、まあ、これも役割トークンついてると、すべての、役割トークンというか、まあ、オーラっすね。オーラついてると22修正。なので、呪文勝利とかで役割トークンつけると、11修正プラス22修正ってなるんで、33修正ぐらいには簡単になりますと。で、これもまた複数出てると、22修正、22修正って、これ出てるだけで、オーラついてたら44修正っていうことにもなります。で、トカシアの艦隊、まあ、トークン結構出るんで、この婚礼とか、まあ、新しいカードでもないけど、この辺は。今紹介してたのに。先にこっち行こうか。3匹の重くネズミですね。1-1 の、初川ネズミクリーチャートークン生成して、4章まであるんですよね。この、英雄ターンが。で、2-3でトークン1つ何でもコピーできます。で、4ターン目に、すべてのクリーチャーは1修正の上で、警戒持ちにもなるというところです。で、あとは、まあ、アルコンかな。オーラついてるクリーチャーは44になって飛行持ちになりますと。っていう感じです。で、まあ、それの絡みで、まあ、トカシアの艦隊とか、で、あと、婚礼の発表も、入れてます。3枚入れてますね。まあ、この辺でもトークン出しながらトカシアの艦隊、まあ、ネズミでも、あの、この辺でも何でもいいですけど、基本的にクリーチャー出たら、まあ、4マナ行きじゃなければね、ワンドローできるんで、結構やっぱ反動なくなるんで、これも2枚入れてますと。で、と存在の封印ですね。何でもパーマメントだったら除去できますと。5宝もついてる。で、コツカ2枚。まあ、昇誕なんで2枚ぐらい。で、グミ放棄ですね。結構やっぱりあの、まあ、置物系の除去に頼るのもいいんですけど、やっぱ追放したいなっていうのがあるんで3枚入れてます。で、トークンデッキなんで、まあ、モンドラク2枚。で、エルズペース3枚ですね。これまあ、兵士、クリーチャートークン。出せたりもするし、飛行とかもつけれるんで、結構まあ平面的な動きになるから、まあ飛行とかつけながら、あの、まあアルコンでオーラついてるやつを飛行にするか、こいつで飛行つけて上から殴るかみたいな。で、バニコーンもそれ対象とかにしたら一気になんか10点以上バコンと減らしたりもできるから、まあはい。この辺でなんか、フィニリたいなって感じですかね。そうですね。で、あと、エルスペースで出したこの、あの、ハンコ文字の11兵士トークンとかも、このネズミがいればコピーとかもできるんで、まあ、あの、このネズミが結構使い勝手いいのかなと思ってます。なんか軽く回した感じだと、割と、あの、何でしょうね。婚礼との相性も、エルスペースとの相性も、よしって感じだったんで、はい。まあ、場合によっては役割トークンとかも、コピーすることもあるかと思います。まあ、そんな感じっすね。はい。じゃあ、早速やっていきたいと。思います。対戦よろしくお願いいたします。はい、プロ、まあこっちからいきますか。バニコーンはまだいいかな。ディックス、
ワンドローはさせちゃおうか。抹消したね。助かったと。1払って戦術したいですと。土地、まあ、一旦土地はいいや。殴れ殴れい。抑えに行く。まだ抹消者か。ああナイス、超ナイスです。引きに頼ってる。打ち洗って自分につけて55と44でパンチ。ほら、ああ除去欲しいかも。この調子だとね、抹消者何体出てくるか分かんないからな。まあ、シェオルでもちょっと面倒だし。まあ、これでギックス殴ってくることはない。渡した。はい。黒。いや、やっぱ黒タンとかもでもやっぱ絶対多いよね、今。プロタンク製、負け犬。まあ負け犬だったらほっといても一回。溶かし屋先置くか。でもちょっとな、負け犬の3点をいつまで食らうかを許容しないといけないから。苦難の影。殴らない。大事なんだね、じゃあ。じゃあ先に溶かし屋置いちまうか。これで、まぁ、あ、ちょっとね、この辺の状況はやっぱ、抹消者、シェウルとかに取っときたいんだよな。両方パンチ。ここは受けましょう。ぐらいか。さてどうしよっかね。まあ肉体ぐらいもちょっと面倒なんだよな。こいつも面倒だけど、まあ一旦これ置いて、まあ次のターンまだ死ぬないからもう一ターンだけ様子見るか。バニコーンが除けられるかどうかがだいぶでかい。なるほど。許容しましょう。バニコーンがでかくなりゃね、なんてことはないんだけど。まあこれかな、こっちかな。テスを置いたとしたらまあ肉体ぐらいが殴ってくると思うから、いやまあでもチャンパーも出せるしいっか、こっちで。あ押しとこう。でまあ、アルコンもいるんで、さあ4マナ
運命の4マナ。やっぱ出たね。じゃあシェオル やっといてって感じかな。はい、殴んね。これはじゃあ結構もろたしきじゃないか。まあドローしてるあれだから先やっとくか。待って、これ44ベースになって一気にいけるか。55でしょ。で一気にはいけないね。まあこれだとマイナスにはわざわざしなくていいから、とりあえずワンドローしようか。まあ先やっとけばよかった。まあそっか、まあいいや。シェオルやっといて払って、アンコン飛行。おわほらさらせよおい君に決めた。おれうり、さあどうする。避難の道が一番嫌。こいつしか残んない。あだーす。はい、まあ、一旦バニコーン最初にちょっと今日さ黒しか当たってなくねまあいいんだけどさ、オルゾフでした。あーそういうことか、ポイズンか。はい、まあ直例使ってくれるんだったらいいんじゃないですか。あ、一旦こっちかなまあ後半一気に殴れりゃ上等だから。相手ハンドちょっと減ってる、だいぶ使ってくれてるし、威迫持ち。そっちか、ファイレクシアンか。オールドファイレクシアンだ。こうする。あ、毒食らうにはもういいや。で次のターンかちょっと動けなくしたい。4点6点、全部するよこれ。ペスでもいいけどね。ペスっとく？ペスってこれつけて殴るとかでもいいけど。あーでもまあこうしとくか。いやちょっとペスの方にも誘いたいからこう使えてみましょう。あーでも直令あるかもしれない。まあ、それはそうなったらそうなったで致し方なし。ブニーンってこれね、このコンボよ。はい、殴ってくる。ここは止める。1体ぐらい。でもこれ来たら危なかったの普通に。これこうしてこうして
こうして、打ち払ってこうして受けて、こいつは殴ろうか。やられちゃう可能性があるから、回復できるときに回復する。威迫、まあブロックするか。これこいつらをどうしよっか。マスブロー、こうして一旦こう しとっか。で次また来たら、てか飛行がいるからな、次のドローンにかけるしかないか。こうしとっかこいつは生きてるから除去はないってことね。これ強えよなこれマジで。あ、切り崩しとかあったよとして、それだと困る。で次こいつ飛ばさないといけないかな、マイナス2で。あーどうだろう、増やした方がいいかな。まあ次の引くカードによる。はい、一旦ライフは12。ああなるほど、それだったらこれ強いしちゃうか。なんかあるとして、なんかスタックしてるな。これでスタックしてるのか。もうバーニーコンでいいんだ。あ、殴っとけばよかった、さっき。マイナス6使って、あーこれ全部返ってくるのか。やるか、マイナス6。次殴られるもの多分別に使おう。これなめやがってこんな野郎が。いやこうでしょう。おら見たかこの野郎私とうえ、まあちょっと相手と閉じ詰まってたけど、まあそれも含めてね、はい、いややっぱペースペース大仕事したな最後。うん、全然いけたやん。ちょっと危なかったけど、まあこれがポンポンもう一体ぐらい出てきたらさすがにやばかったけど、まあいいんじゃないですか。何だったんだろうな、4マナ以降。うん。まあ、土地止めてないから、なんとも言えないですが、まあ、やっぱこれと、ネズミと、この婚礼の相性がいいのと、で、まあ、もろもろパーマメント出てきたら、バニコーンがこんぐらいにはなって、なおかつ、まあ、呪文勝利もいたら、さらにパーマメント増えて、こいつもでかくなるし、これでさらにバフ乗るし、みたいな感じで。っていう、なんか、バランス、というか、まあ、だからこの20日ネズミ出した時にトークンが、そのトークンが削られ、やられちゃって、その次のターンもトークン出ないみたいなパターンとかが結構もったいないから、先に婚礼出そうがなんかいいような気が個人的にはしましたね。で、まあ呪文勝利結構引けるか引けないかみたいなところ、まああの役割、白使ってる役割デッキだったら結構それでかいと思うんですけど、まあまあ、引けたらね、こんな感じにもなるし、バニコーン。で、さらに、まあ、ペスが育てば、今みたいに一発逆転狙えるかな、という感じでございます。はい。動画面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。